GO! ちょっと待って。はい、ヤモリフミですと。皆さん、今回は、とある食材を使って美味しい料理作っていきたいと思います。たわしです。いやー、100円ショップをね、動画のネタを探しながら歩いているとですね、このたわしと出会ったわけなんですよ。見てください、これ。なんかほら、美味しそうじゃない？ほら、これなんか食べれそうに思いませんか？ほら、ね、どことなくなんか上から見たら、コロッケみたいなね。そう、今回はですね、このたわしを天ぷらにしていきたいと思います。私だってね、分かってます。たわしが食べられないってことぐらい。でもね、美味しそうじゃないですか。そしてね、天ぷらにすれば大体のね、食べられないものを食べれるようになるんですよ。雑草を天ぷらにしても食べれますし、虫とか天ぷらにしてもなんとか食べれるんですよ。だからね、多分たわしも天ぷらにすれば食べれると思うんだ。はい、というわけで今回はたわしの天ぷらを作っていきたいと思います。はい、じゃあね、この天ぷら用の鍋にこちらの油入れていきたいと思います。デュバーエアエア油エア。多分これね、半年以上前の油なのよ。はい、加熱していきます。はい、油を温めてる間にですね、衣を作っていきたいと思います。じゃあまずこちらの器に天ぷら粉を入れていきます。必殺デスシーザー。はい、ここに適当な水を入れまして、ババ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 混ぜていきましょう。あれ、これ水足りないのでは。はい、じゃあ次にこのたわしに衣をつけていきます。必殺デスシーザー。あー、いいですね。新鮮な生きのいいたわしですよ。ひっ、ね、これまんべんなく衣をつけていきましょう。足りないかな、ひょっとして。これちょっと追加しよう。はい、気持ち追加しました。ドロドロ感が足りないな。なんかサラッとしてる。あれ、水入れすぎた、ひょっとして。はい、というわけでなんとか衣つけてるんですけども、これあんま衣つきません。というわけで2、3回揚げて衣をつける工程を繰り返していこうと思います。というわけでまず1回目揚げてみましょう。まあ怖いな、ちょっと揚げ物慣れてないからね。よっしゃ、じゃあ行ってみましょう。レッツ天ぷら GO。 ちょっと待って、シチューなのかな。ちょっと待って、タワシはどこに行った。ちょっと待って、待って、怖い。どうだ、上がってるかい。あ、それなりに上がってる。美味しそうじゃないですか。うん、これなんだよね。そう、タワシの天ぷらはこうでなくちゃいけない。そう、美味しそうですね。はい、とりあえず1回目カラッと揚がりました。じゃあとりあえずね、この衣をさらに熱くしていこうと思います。ほら見てください、1回目にしてほら、この揚げ物感、もう完全に天ぷらですよこれ。もう美味しそうだなこれは。はい、というわけでね、さらに衣を熱くしていきましょう。おい、テンション上がってきた。これは美味しい天ぷらできますよ、間違いなく。うん、じゃあね、さっきはなぜか変な感じになりましたけど、まあ2回目なら大丈夫でしょう。いきましょう、レッツ天ぷら GO。 オッケー。これなんでこれ炭酸みたいにこうさ、天ぷらの油がこう上までブワーって上がってくるのかな。これ何なのかな、この現象。煙った。ほら、いい感じにさ、たわしの形に泡上がってるんですよ、ここ。ほら、ここ。これたわしの形の泡。おー、上がっておるの。いい感じだ。本当にいい感じだ。ここにさらに追い衣、この上から衣かけちゃってみましょう。はい。これでいい感じに上がるんじゃない？サクッと上がりそうだね。できた！できた！ということで、天ぷら揚げていきましょう。はい。ほい、ほい。はい、油切って。はい。はい、できた。はい、というわけでお待たせしました。こちら、たわしの天ぷらでございます。いやー、美味しそうですね。ほら、これ見てください。ほら、この一見揚げ物。ほら、表こんな感じで、中も、裏もこんな感じでカリッと揚がっております。いやー、もうほら、もうサックサ
サクですよ、衣。いやー、ほんとね、こう天ぷらは揚げたてが一番美味しいですからね、早速いただきたいと思います。それじゃあ、たわしの天ぷらいただきます。あいつ刺さるわ。何が足りないのかな。あ、そうだ、ソースだ。ソース、ソース。そう、普通天ぷらだってね、そのまま食べないじゃないですか。塩とかソースとかかけるでしょ。だからね、これ味付けが足りなかったんだ。というわけでソースかけてみましょう。うーい、うわー、美味しそう。うわ、うわ、美味しそう。すごい美味しそう。ほら見てください、もうこれ揚げ物にしか見えないでしょ。もうこれコロッケですよ、絶対コロッケだこれ。うん、すごい美味しそう。というわけで改めてたわし天ぷらいただきます。あ、シャッシャール。ソースつけたことで、あの、一口目すっごい普通に美味しい天ぷらだったんですよ。でもね、よく噛み締めてみると、たわしがいた。うん。そっか、たわしは食べれないのか。こんなに美味しそうなのにな。世の中不思議だな。うん。